チャンネルへようこそ。どうも、加藤ひなたです。はい、今日はですね、視聴者さんにコンビニのね、高級アイスコーナーに売っている素直のアイスの食レポやってほしいってコメントでね、いただいたので、今日はそれに答えていきたいと思います。ひなチャンネル。で、今回ね、アイスクリームの全種類買ってきました。ドゥドゥバキブーブン。はい、こんな感じで、1、2、3、4、5、5種類ですね。まあ、ソフトクリームとかあったんですけど、このカップのアイスにしました。でね、素直のアイスって、普通のアイスと何が違うのかっていうのをね、調べてみようと思います。はい、グリコさんのページに今飛んでみました。素直とは、豆乳やトウモロコシ由来の食物繊維で作られたアイスみたいですね。なので糖質 40% から 50% オフで、豆乳使用、食物繊維たっぷり。あと最後に、なんで素直かっていうと、食べたい気持ちに素直にしようって書いてあります。じゃあ早速ね、じゃあ気になる紫芋、めっちゃなんか黒くてさ、ちょっと高級感あふれ出ますよね。これ開けたらこんな感じですね。お、もっちりしてる。じゃあいただきます。うんうん、すごい。口に入れてベロに乗せる前からこのさつまいもの香りがブンブンする。美味しい。うん、でも砂糖不使用みたいですよ。糖質 50% オフ。じゃあ次。はい、じゃあ次は同じシリーズの抹茶ですね。これも120カロリーですね。おお、結構濃ゆい緑って感じです。いただきます。あ、やっぱスッて入りますね。じゃあいただきます。うんうんうん、これはちょっと苦味がありますね。後味がちょっとほろ苦いです。うん、まあね、甘いのが苦手とか甘いのがちょっとだけ好きって方はこういう大人のアイスがいいと思います。じゃあ次。はい、次はラムレーズンを食べてみたいと思います。私これね、多分苦手だと思うんだよね。干しぶどうが苦手なんですよ私。はい、開けてみたら真っ白ですね。干しぶどうの影は見えません。おお、ちゃんと干しぶどう入ってる。いただきます。あ、ラムレーズン苦手でその味がするので、まさにラムレーズン味なんだと思います。ちゃんとぶどうもね、細かくいっぱい入ってますね。うんちょっぴり苦手だな。じゃあ次。次は王道のね、チョコクランチ。さっきのラムレーズンと同じく80カロリーですね。これは、はい、中はちゃんとチョコチップが入ってます。じゃあいただきます。うん、チョコチップじゃなくてチョコクッキーですね、これ。あっさりめのチョコクッキーアイスですね。普通に甘いのを我慢してる期間だったら全然美味しいと思いますね。幸せで仕方ないと思うな。うん、ちゃんとチョコレートクッキーのね、食感もあって美味しいです。ひなチャンネル。はい、バニラ以外のね、全種類食べたんですけど、まあ一番美味しかったのはこれですね、紫芋アイス。これ本当になんか沖縄に来たんじゃないかってぐらい美味しかった。ベロに乗せる前に香りがしました。甘くて美味しかったです。でも120カロリーだからね、食べ過ぎは注意だと思います。私みたいなことをするなということですね。こんなにいっぱい食べちゃ絶対ダメ、危険。はい、全部食べたんですけど、一つ食べてないのあるよね。でバニラ、私がね、昔やってたこのバニラアイスを使ったほんと低カロリーのアイスレシピをね、次回紹介していきたいと思います。もう本当にね、おすすめだから、みんなぜひ見てみてください。ひなチャンネル。はい、ということでね、今回ね、素直アイスのね、あのリクエストにお答えしたんですけど、リクエストくれたみんなありがとう。くれぐれも美味しいんだけど食べ過ぎは注意してください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、お次のバイバーイ。明日も楽しみにしててね。